本日は T シャツでエコバッグを作ろうということで、7月1日よりレジ袋の有料化が全国一律で開始されました。コンビニとかスーパーでもね、レジ袋1枚につき3円とか5円とかいる時代になったということで、 T シャツね、使ってエコバッグが作れることをなんと知っていたので、エコバッグを作っていこうかなと思います。使わなくなった T シャツとか、ファンの人とかはさ、グッズでさ、同じさ T シャツを2枚買ってくれてたりする場合がありますよね。これもね、チカシュンのグッズなんですけど、カバーにしちゃおうぜという企画でございます。じゃあ早速作っていきますか。まず用意するもの、こちら T シャツからの裁ちバサミ、以上となります。え、そうなの？はい、これ使うの？はい、あ、イエーイ。切って結ぶだけの超簡単エコバッグを作っていきたいと思います。これは朗報ですよ。では早速切っていきたいと思います。まずはですね、首元の部分って前と後ろでちょっと高さが違うの分かりますか？はい、この部分を均等にしていきます。前の部分に合わせてハサミでチョキチョキ。あ、なるほど。はい、では切っていきましょう。トートバッグもそうやねんけどさ、今さミニマリストって言ってさ、うん、なんかカバンちっちゃいので、なんか財布もなんか三つ折りのちっちゃいので、うん、カバンもちっちゃく過ごしましょうみたいなのを決めてるからさ、なんか後ろガチャガチャなったらギザギザ、いけるいける。それでもね、ハンドメイドならではですよ。こんな感じ。いらっしゃい、するやん。いらっしゃい、するはい、こんな感じ切れましたね。はい、で次、ここのまあ長袖でもいいんですよ。まあ今ちょうど T シャツになってるんですけど、ここを、まあ、タンクトップの形にしていきます。こっからここを切ります。はい、この袖の部分を切っていきたいと思います。まず片方切ってください。はい、よし、切れました。ほんなら、ブリーフ感で、これを右と左でさ、切る広さをさ揃えるために半分に折るんですよ。で、さっき切ったところと同じ幅のところを切ります。普通のハサミでも切れますが、こっちハサミの方が絶対いいと思います。というわけで、これもう今タンクトップの状態ですね。で、もうここは使いません。この3つポイするなりなんなりしてください。で、これを裏表反対にします。あ、はい、アンナの T シャツは背中の部分に何にも書いてないんですよ。で、エオンの場合はそれ書いてるんですよ。この部分って結構重要な部分なんで、もしかしたら横にバスッと切ってもいいかなと思います。ここを切っていける？うん、いいと思う。それめっちゃちっちゃくないのかも確かに、切ってみようか。皆さん、この背中の部分に気になる柄とかあったら、あの今のエオンちゃんみたいに切っていただけたらなと思います。はい、クソ短いタンクトップ。で、次、一番下の部分、親指の第一関節部の幅ずつに親指1個分ずつ縦に、これ爪換算しないんですか？切っていきます。爪換算しないですね。だいたい2センチぐらい、2センチ弱ぐらい。深さは人差し指1本分ぐらい、人差し指1本分ぐらいで。でもここはあんまり関係ない、あの全然見えへん部分、外には見えてこない部分やから、あの正直ね、ちゃんとフリーチョークしてたらいけるんや。大丈夫です。どうやってもがガタガタになるの？引っ張りながら切ってる？引っ張りながら切るんで軽くあの自分の方に引っ張りながら、なるほどね、切ったらあのピンってなるポイントやで、みんな布がピンってなるかも。ポイントで言うと、もうポイントそうね、エコエコバッグやから物を入れるように作る、ソースを作るやんか、うん、やからそう頑丈になるように、結構生地は分厚めのしっかりした生地のやつで作ると作りやすいと思います。はい、変やね、これ今の状態、痛いしか見えへんよし、切れました。これ上と下でさ、ニコイチのさペアができてるやんか、それを結びます。そうそう、そこを2回に結びします。結構強め？うん、結構強め。あ、そう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 
そう、糸こんにゃく結び、こんにゃく結び全部やるのこれ。そう、をやっていきます。てか、あれにしたらいいや、夏休みのさ自由研究みたいな。あ、そう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 。でもこれが良かったな、マジで。時事ネタやしな、ちょうど。ちょうど時事。ババネタはどこにある？最近のババネタ。最近のババネタは、まあ階段からこけた。いけてる？いけました。いけてる？でもこれの何がいいってさ、元のがさ、T シャツでできてるからさ、もし汚れたりしたりさ、雨にびしゃびしゃに濡れたりしても、洗えるんですよね。最強やね。コツは定期的に横に引っ張ってもいいかも。ちょっとだけ軽く。それさ、一回さ、裏返してみてよ。こうして逆にしてみて。もう切られへん。どう？ちょっとカバンになってるやろ。あ、確かに。あ、そういうことか。すげえ。この今ずっと結んでたところが、カバンの一番下の部分、底の部分になってて。すごくね。そう。もうこれでカバンの形は大体できた。てかもうそれもほぼほとんどできたね。ほとんどできたってよ。でさ、今さ、そこの部分さ、ちょっと見てもらったら分かると思うねんけど、うん、ちょっとだけさ、荒いやんか、縫い目が。確かに。それを、マジですごいね。解決していきます。感動しちゃった。できた。あの、これを一回裏返してみたら、ただ一つ思うのはめちゃくちゃちっちゃいカバンになる。めっちゃいい。こんな感じのカバンになりました。で、そうそう、こうやって見たら分かるように、ちょっとだけ穴が開いてるんですよ、うん、この部分、うん。それを埋めていきます。玉がさ、うん、1個、2個、3個、4個、5個って続いていくやんか、うん、で、1個目の玉と2個目の玉結んだらさ、2個目のさ、どっちかが余るやん。2の下と、まあ、3の上を、うん、結ぶ。結ぶ。次は3の下と4の上を結ぶ。あ、なるほど、そっからはいいんや。そう、1個目の下はもう無視。これか、これとこれ。いけてる？うん。下の部分と上の部分を結びます。これ結構頑丈にできるくない？うん。いや、これ素晴らしい。この下とこの上。できました。これで裏抜けるやんか。もしかして。はい、せーの。作ってみたいなとか、あ、ヨンができるんやったら俺も私もできるかなって方はチャンネル登録、コメント、ボタンをよろしくお願いいたします。お願いします。それでは終わりたいと思います。せーの、バイバイ。レッツゴー、ブンブン。どうもー、エオンです。エコバッグ簡単に作れちゃいすぎた原爆つって、本当にあの、なんだろう、縫うとか縫わねえとか、縫うとか縫わねえとか、そういう作業一切なくて、マジテンション上がりけりなんだったって言ってて、ということで来週は気配切りでございます。気配切りできるかな、できないかな、どうぞ。